駅前、写真中央は、旅客ウーアや、ホームアトホーム木製の駅名標虫係駅は、茨城県土浦市虫係にあった、筑波鉄道筑波線の駅である。筑波線廃止に伴い1987年に廃止された。当初は、当地より北にある、北名地区を通る予定であったが、1688年創業の醤油メーカー、芝沼醤油醸造が、 誘致運動を行ったことにより、虫がかり地区に駅が建設された。駅跡は、茨城県道501号桜川、土浦自転車道線の休憩所となっている。対向式ホーム2面2線。駅の入り口は、南側の下りホームにあり、上りホームへは、土浦方にある踏切を渡る。下りホーム上には、簡素な旅客上屋と、送電室の札がかかった小屋がある。 以前はこのホームに木造の駅本屋があった。上りホーム上には大きな樹木が植えられていて、旅客上屋や待合室はなかった。虫がかり集落の北端。駅北側には木造の倉庫があり、上りホーム北側は、蓮田であった。岩瀬方には、常磐自動車道があり、土浦方には、国道6号土浦バイパスが通る。芝沼状油状造の工場が、 駅の近くの桜川沿いにあり、同社は当駅から醤油を出荷していた。また、数百メートル離れた場所に JR バス、関東南筑波線のか虫掛かり停留所があるが、これは1951年に開設されたバス路線のもので当駅廃止の代替で設置されたものではない。同バスでと当駅は互いに連絡することもなく、別々に存在していた。書籍雑誌。 ありがとうございます。